ばんは。あ、しげちゃんありがとう。こんばんは。こんばんは。あ、たこまるもありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。今日も見てくれてありがとうございます。ちょっとですけどね。こんばんは。今日は見れて幸せ、よかった。こんばんは。あ、すごい、サリウムありがとう。ギフトめっちゃありがとうございます。こんばんは。11月もよろしくお願いします。こんばんは。あ、そう、制服の目もうずっと言いたかったんだよね、ここ最近。制服の目公演に出ます。山ごもりやね。ちょっと制服の目公演出るんですよ。やばくない？多分もうね、最初で最後だと思う。本当にもう覚えて忘れると思う。そうなの、楽しみにしてたの。一つは制服の面でもある。そう、おしりん選抜やったー。そう。制服の面、驚き隠せなくて家で発狂した。やばい。そう、おしりんが選んでくれたんですよ。なんか本当はもともとなんか出られなさそうだったの、オイラが休業して。そう、なんか体力も考えて、なんかめっちゃね、悩みに悩まれて出れるようになりました。出れることになりました。やばい、よかった。本当に出れないかと思ったよ。復帰したのでね、頑張るよ。昨日のキラスキかわちかった余韻。やったやったやった。ちょっと頑張るわ、マジで。ちょっと本当に山ごもるにしなかもね。本当に頑張るね。おしりん選抜ですよ。なんか難しいよね、来てほしいけど。おしりん推し、おしりんさん推しにやっぱり入ってほしいってのもあるから。そう、せっかくめっちゃ楽しみ。めっちゃ難しいんだけど。難しいっていうか元気だね、やっぱり。ちょっと頑張るね、待っていて、楽しみ。確かにおしりん推しは卒業公演もあるし、いや難しいよね。そこで投げて外れたらみたいなのもあるよね。ユニットも楽しい。なんでしょう、楽しみにしててね。そう、こんばんは。頑張る。トゥル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 トゥ。おやすみやろ、今来た。え、なんかね、めっちゃギリギリに送った。なんだと思う、ユニット。え、体力やばいよな、絶対。こうちゃんなら絶対大丈夫。ありがとう。土日にいい公演やってほしいな。ね、ないか、ないのか。いい声もね、来てほしい。でも私もね、もうあれですもんね、生誕が近づいてくるから、シャッフル公演とかはみんな投げないのかな。どうなの、何ヶ月前ぐらいからみんな投げなくなるの。ねえ、なんでしょうか、なんでしょうか。え、あれ、あれ1ヶ月前から、やっぱりそうだよね。だからシャッフル公演とか私のファンの人いないんじゃない、やばい。大丈夫、大丈夫ですか。ちょっと私のファンの人シャッフル公演いない説ない。こんばんは。私のファン、ファン努力の結晶のジャックを見に来る方いないですか。ちょっとえ、ちょっと本当にね、もうシャッフル公演までは投げようと思ってる。え、嬉しい。ちょっと私のね、努力の強者決勝になると思う。もう全もうジャックにかけてるから。
あれだけは本当にね恐ろしい曲だと思っとる。旅立つ準備にね毎日励んでるからやばい。まあとりあえず今はちょっと制服のね一筋でやっていこうと思う。そうだからあのあれなんですよ、あれもあったから30日の公演もあったから制服の目なかなかできず楽しみ楽しみすぎて苦しい、泣いちゃうかも、制服の目泣いちゃうかも泣いちゃうかもにゃん。なんでしょうねユニットはあれで思い出以上だよ、思い出以上まさか思い出以上に決まってますよねこんばんありがとうギフトありがとうございます、こんばんはいや思い出以上に決まってるやん、まさか思い出以上に決まってるやろえ何、ジャックの振り間違えたら青海さんに怒られるんですか、めっちゃ怖いやん、めっちゃ怖いやんこんばんはありがとうございます、頑張るねいろいろ、マジおいらもうやばくない、これを全部覚えたら今ある公演全部出れるんだけど、やばくない、あのココちゃんがだよ、あの踊れないで有名なココちゃんの大進化を遂げるんだけどえ今やってるさ公演全部出れちゃうんだけど、やばくない、やばくない、ちょっとココちゃん大成長を遂げてる、スーパーココちゃんだよ、スーパーココちゃんタイムって感じそうね、シャッフル公演を終えれば全部公演できるよ、やばくないですか、姫ココ鉄菜も待ってますね、姫ココ鉄菜したいね、そうもう昔くんのココちゃんだったら考えれないんだけど、スーパーココちゃん、そう K2 のねやつ出たから全公演覚えれる、覚えるよ僕、まだ E と K2 と鉄菜しか無理だけど、こっから制服の目と S も覚えて、ダンス面、ダンス面ダンス面じゃないわ、公演ごとに髪型とか、ええどうしよう、でも S とか熱そうやん、でもね髪下ろすともってなっちゃいそうで下ろせないのそうこうちゃん枯れ葉で、おいら枯れ葉絶対ないでしょハートありがとうございます、まあ期待してて、いやマジ頑張るんだけど、お尻選抜だよ本当に、頑張るからね、やばいめっちゃ頑張るね、恐ろしい、なんかねちょっとフィッティングしたんよ、フィッティングしてきたんですよ、でもねもう衣装マジでちっちゃかった、制服がね、なんかミヤビームとかの衣装で、あかんあかん、え私ちょっとミヤビームとか着てるやつだった、やばくないねえ、恐ろしかった恐ろしい、もうご飯食べちゃダメじゃん私、あかんあかん、本当にあかんあかんよねこれ、恐怖映像だよ恐怖映像ハートありがとうございます、えマジでやばいよ、ここビーム、ここビームうまいこと言わんで、ちょっとそうです、なんかキッズ用なの、マジでキッズ用しか残ってなかったえあかんねー、あかんで、ちょっとみんな怒ってちょっとね許せんね、なんかナッキーさんが隣にねいたんだけど、なんかねナッキーさんずるい、ちょっとナッキーさんずるかった、ちょっとナッキーさんのずるかったです、ちょっとまだ、えこれ MC で言いたい、制服の目公演の MC で、おいらちょっと話したい話あるな、ちょっとナッキーさんがずるい話したいなちょっとね話したら話したい、ナッキーさんねちょっと衣装ずるかったちょっと本当に衣装ちっちゃい、もうちょっと助けて
楽しみにしててね。なんかおしりんもずるかった。なんか結構ねずるい被害に遭ってるの。これはねちょっと話したいですね。いつか待ってて。そう、当日闇に葬られる。ちょっと楽しみ。私のなんか背高い人が多いみたいなって聞いたんだよね。他の誰がなん、どんなメンバーだったっけ。背が高い人が多いみたいな。それは嘘。こんばんは、ありがとうございます。そんなことない。あ、そんなことある。そんなことなくない。でもそんなことはないけど、そんなこともないな別に。そんなこと、先輩が多いんか普通に。先輩が多いだけや。ちょ、私あやむろさんと公園出んの初めてじゃない。初めてじゃないわ、すいません、めっちゃ嘘ついた。ケツ出てたわ。あやめろさんと公園でんのマジでマジでレア、マジレア、激レア、やばいです。マキコ、マキコちゃんはココちゃんよりも小柄ですよ。でもマジで痩せた。マキコさんこの間痩せて、痩せます、痩せすぎですって言ったよ。マジで激レアだよ、あやめろさんと私。やばいですよこれ、このメンバーは最初で最後。はい。あんまりてか2回目です。アップルを一緒にやりましたわ。ちょ忘れてたわ。楽しみ、めっちゃ。マキコさんとかいるし、めっちゃ楽しみ。キミちゃんもいるからね。気まずい切り込み、知ってんの、気まずい切り込み。なんか私とアイムロさんがちょっと気まずいの。ちょっとあんまね、なんだっけ、何が気まずかったんだっけ。なんかめっちゃ短い配信でさ気まずいみたいな話したよね。別に仲良しですけどね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。楽しみ、楽しみすぎる。何がむずいかって、めっちゃむずいで、本当に頑張るよ。めっちゃ仲良しだけどちょっと気まずい、ちょっと気まずい。こんばんは、仲良し。タビがうなってる、聞こえるのこれ、すごっ。私の携帯が音を拾ってるね、めっちゃ。あ、楽しみ、苦しい。でももうきっと出ることないだろうから見てほしい気持ちもあるんだよな、マジでさ。楽しみ、楽しみ。どうし、浮かれてるこれ、浮かれココちゃんじゃない、また浮かれてるねこれ、完全にね。やばい、浮かれちゃう。楽しみ、楽しみ、楽しみ、楽しみ。こんばんは、めっちゃ楽しみだね。どうしようかね、ちょっと楽しみです。浮かれてます。復帰してからプレッシャーだらけ。そうだよ、めっちゃね浮かれてるけどね、本番になっても食も喉を通らなくなるから、どんどん近づくにつれて。そう、オシリンね大好き、大好きなので。でも多分オシリンとね会うことなさそう、そんな公演の時に。だからほうほう、楽しみ、楽しみ、楽しみ。制服のマジで出てみたかったんよ。でもなんか本当にしんどそうだから一回でいいんですけど、本当に出てみたかったの。ムラめっちゃ好きなの、めっちゃ好きなの。お尻に振り教わろう。教わる。でもみんなできるじゃん絶対、みんなめっちゃできるから、マジでもう完璧にしていかないと。わ、ありがとう、16日連続。なんでこれ途切れてないの。私一回休みましたよね。いやそうだよ、そうだよ、そうだよ。16日ありがとう、ありがとう、楽しみだよ。お尻の上信用していいの、制服の上は信用していいでしょ、さすがにね、さすがにね。楽しみだね。毎日チケットないよ、なかったの。
なかったはずなのになんかあるんだけど、なんでだ、そんなにあるのかな毎日チケットありがとう16日すごいめっちゃ続いてる。制服の目楽しみですっていう配信だよ。楽しみ楽しみ楽しみ。本当衣装だけが心配、衣装だけが本当に心配、本当にでもない痩せなきゃいけない、どうしよう。可愛いモバメ来た、えあれやばいでしょ今流行りのさあれみたいじゃない、ネットフリックスの、わかりますか。そうだよ復帰して頑張ってんだよ私は。そう今流行りのあれみたいでしょえやばい楽しみ浮かれてるね星になってるから楽しみにしててね、みんな頑張るから。おいら普段からメガネするの、あれキミちゃんのメガネだよ、キミちゃんのやつ頑張るね。ということでちょっとランキングだけもね55分ということでということでちょっと先にランキングだけ読みます。13位がどんぐりのあなさん、どんぐりわだありがとうございます。え体調管理、え体調管理マジ結構やなんかさめっちゃ喉痛いんだよね、喉は痛いやばい。12位がやすありがとうございます、イエイイエイ。11位がゆきゆきありがとう。そして10位がたちまねありがとうございます。9位がジョニー、ジョニーありがとう。8位がまーさん、まーさんありがとう。そして7位がれんき、れんきありがとうございます6位があらいちゃん、あらいちゃんありがとうございます。そして5位がねもっち、もっちありがとう。そして4位がタコマルありがとう。そして3位がムームームームありがとう。そして2位がこうちゃんのサンタンありがとう、イエーイ。そして1位がしげちゃん、しげちゃんありがとう、しげをありがとうございます。ということでブーンブーンいきますスクショタイムいきます、ブーンちょっと今日めっちゃブサイクだけど許して、もう湿気とかでめっちゃブサイクやわありがとう、イエイイエイ。ほんと喉痛がって加湿器とかしてるけどなんかね痛いのずっと、ブーン。あとねたまにね大富豪してます、みんなありがとうございます。大富豪のコメントいいね、大富豪はたまにやってるんでぜひやってみてねみんなも。ここちゃんはとってもとっても嬉しいですみんながやってくれてさ、今さ結構さ14位だよ、すごくない、ありがとう。14位だ、こうちゃんはね結構下がって20位まで落ちる、やばい本気で、かっぱ寿司本気ありがとうございます。そうです頑張ろうね、まあ適度に、いや無理しない程度にやってもらえたら嬉しいです、ありがとう。コメントもねいいねありがとう。あ、お休みに帰ろうかな、お休みに帰ってきますまた今日2回もコメントだ、え、そう大富豪ねやったりしてた楽しいね大富豪。でもね都落ちしたんよ今ね、貧民とかそう、あ、ピープミーのやつもなんかイベントとかあるみたいなね、おいらと会えるイベントとかの券をねゲットできるらしいよ。こうちゃん頑張ってるねって言って、え、キティの誕生日、そうだよ今日キティの誕生日、ガチャ当たらなくて泣いてます。はあ、イベント当たりました、すごいすごいすごいです、あのガチャやばいえ、あのガチャなんかやべえやべえって噂だけど、頑張りましょうね、頑張りましょうねなのかわかんないけどこんばんはありがとうございます。
そう、キティの9時やってきます。こんばんは気をつけてください。なんかプロがいるピプミー9時のあのガチャやべえですって言ってる。何何ガチヤバってこと、ヤバガチャってこと、大丈夫ですか。ちょっと頑張ろう。どうやばいんだろう、どうやばいんだろう、私も気になる。やばい、1分前、みんな今日もありがとう。もうでも私ちょっと多分この山ごもり期間もう配信途切れると思う。ちょっと本当にそこだけはよろしくお願いします。頑張ります。ということでガチャ当たらないって言ってる。ありがとう、みんな今日も見てくれて、また配信見てね。イエイ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 。またね、メールも返信も待ってます。ココナダイアリーもしてね。あ、やば、スクショタイム忘れてた。なんか不細工、うん、怒ってる。ココナダイアリー待ってます。みんな今日もありがとう。おやすみなさい。バイバイ、ありがとうバイ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 、おやすみ、バイバイ。